氷の上にはアメリカのカップルを迎えます。4年連続全米チャンピオンのカップル、ナオミ・ラング、ピーター・チェルニシェフです。昨年1月に男性はロシア出身なんですが、アメリカの国籍を取得しました。そして念願のオリンピックに出場しました。そこでの成績は11位という成績でした。この大会コンパルソリーはファースト、セカンドともに第9位でした。アメリカのカップル、ナオミ・ラング、ピーター・チェルニシェフでした。ところどころサイドバイサイドとか簡単なあのポジションのところが多いんですよね。で、この男性の高度なステップ技術が十分に生かされてないようなところがあって、はい、そういうところが不満ですね。非常にプログラムは、まあ、女性のレベルに合わせて綺麗に滑らせてはいるんですけれど、もっとこう難しいステップ踏んだり、十分この男性のね見せ場、技術的なハイライトがあるんですよ、ええ、それがこのプログラムの中には、ね、なかったんです。もう一息見たいなと思います。ええ、まあ、パソの表現なんかはとてもね男性は綺麗にかっこよくね滑ってるんですよね、ええ、足元がね思ったよりステップが単純で、もっと難しいのこの人だったらできるはずなのにと思って、逆にもったいない気がしてもったいないですね。もう一息見たいですね、このハイドロのところもね、はい、この後ただすごくそうですよね、はい、ここからここから何か、起こるかなと思ったら、すごくシンプルなステップでがっかりします。そうですね、あのハイドロのところから違う素敵なことをやるカップルも増えてきましたからね、はいはい、ちょっと期待してしまうところでしたね。ちょっと女性が重そうですね今シーズンは、はい、シャープさっていうところではもう一息ねレベルアップしてほしいです技術的に。
大型カップルです。男性188センチ、女性168センチあります。得点が出ました。コンポジションの得点、下が4点台、4.7 が1つありますが、他は5点台でした。上 5.2 まで出ています。そしてプレゼンテーションです。4点台はなくなりました。下が 5.1 になって、上は 5.5 まで出ています。今回が4回目の世界選手権、アメリカのカップル、ナオミ・ラング、ピーター・チェルニシェフでした。